おはようございます。ケントです。シカゴ2日目です。今から仕事行ってきます。本当に僕が今泊まっているところ、ハードロックホテルっていうんですけど、これ見てください。なんかロックンロールな、なんか飾り付けがいっぱいあるんだけど、これフーファイターのデイブ・グロールでね、ところどこにね、可愛いんですよ。枕カバーにちょっとギターがね、あったりとかね。あと、こちこち。バスルームに行くと、ジョン・レノンとオノ・ヨーコのアートがあったりとか。エルビス。フロントにギターが飾られてる。多分有名な人のギターなんやろな、きっと。かっこええな。なんか随分背高いな、これ。うわ、寒い。日本帰ってったみたい。スタバー。ウーバー待ち、あと2分。仕事を終えて、遅めの昼食。寿司ブリとは聞いたことあるけど、寿司タコ初めてやな。ちょっとこれ頼んでみよう。うわ、これ何これ。すごい美味しそう。これハードシェルが海苔を揚げたやつ。すごいね、初めて見るわ。美味しそう。いただきます。同僚が頼んだこのポケボールも美味しそう。すごくない？これ盛りだくさん。 Pretty cool, right? うんうん。じゃあ早速いただきます。あ、お寿司。美味しい。お寿司が入った、お米が入ってて、お寿司やねんけど、なんかカリカリに揚がってる。美味しい。美味しいです。美味しいです。いやー、ここ美味しかった。向かいのカフェにやってたけど、すごいドロリアンが上に飾られてる。すごいね。エンジンが入っていないらしいけど、結構すごい。これ本物かな。うわー、ドロリアンかっこいいな。これもかっこいいね。これわざと壊したんかな。ドナルド・レーガン。このカフェなんか面白い。なんかエイティーズをテーマにした感じ。わー、超エイティーズでいいな。あれなんやろ、なんか建築中の建物なんかな。でもそれにしてもなんか変やね。エレベーターのとこだけ建ててるんかな。不思議。なんかこの寒さがね、ちょっと日本っぽい。なんかこのなんか鼻から匂ってくる匂いとかね、なんかすごい日本っぽいなっていうような感じがします。シカゴってね、びっくりするぐらいラーメン屋さん多いですよ。ラーメンわさびやって、確実にね、サンフランシスコよりも多い。下手したら日本より多いんちゃうかな。すごいいいバー見つけた。これ見て、これすごくない？これタップっていうか、生ビールがね、いっぱいずらーっとあんねんけど、こうやってね、モニターがついてて、タップしたらね、いろんな情報が出てくるんですよ。どこシカゴのビールとか言って、で、これ面白いのがね、こうなんかクレジットカード渡して、こういうなんかこの店のカードをもらうんですよ。で、これをね、ここにピッと置くんですって。ピッと置いて、ここに下にあるコップでつぐんですって。自分でこうやって、そしたらついた分だけチャージされるっていうね。すごい面白くない？これだから全部これ飲もうと思ったら飲めんねんけど、飲んだ分だけお金かかるっていう。でもいいよね。面白い面白い。これだいたいいろいろ種類がありすぎて、どれ飲めばいいか分からへん。すごいな。これ店の名前何やったっけな。このね、ナビゲータータップルームって言うんですって。うわー、すごい、めっちゃいっぱいある。結構チビチビ飲んだら結構いった。8度11やって、でこれをちょっと気に入ったから、これをね、飲もうかな。結構するな、量り売りやから。さて、ちょっと空港っていたんですけどね、ちょっとこの間ここのチョコレートが美味しかったから、いくつか買っていくかな。前買ったのがどれやったっけな。抹茶とかある。前買ったのがルイボス、あ、これか、これやな。これ買ったんやな。これを一つ買って、結構するねんな。8ドルぐらいするねん。これと、抹茶。抹茶もいいな。どうしよう、なんかいくつか買っていこう。最後はね、この中華料理食べて帰ります。よいしょっと帰ってきました、サンフランシスコ。いやー、でもこっちあったかいな。なんかシカゴがだいたい6度ぐらいやったから。
から、でこっちがね今14度やって若干あったかいかな。こんな格好でも全然あったかいです。でシカゴ良かったな。でもなんかあの寿司タコあれねちょっと作ってみたいなと思って、いろいろねあの帰りの飛行機で考えてたんですけど、あのシェルあるじゃないですか、海苔揚げたやつ天ぷらにしたやつ、あれをそのまま海苔をね天ぷらにしたら多分海苔ぐちゃぐちゃになると思うんですよ。だから何かしらの形でこう形を整えながら揚げてるんやろうなと思うんだけど、どうやったんやろうな、なんか型みたいなのあるんだな、まあ、ちょっとねいろいろ考えて自分で作ってみようかなと思いますけど、あれ美味しかった結構。サンフランシスコになくて多分日本にもないですよね、あれこれから結構流行るんちゃうかなと思いました。でシカゴね、なんかいろいろなんかもうビールのいっぱいあった店とか、なんかねサンフランシスコにないような店がいっぱいあったから、また行く機会があったらねいろいろまた冒険してみたいなと思います。ということで今日は以上です。もしこの動画を見て面白いと思っていただけたらいいねとか、あとはチャンネル登録まだっていう人はチャンネル登録、こっちかなこっちかなお願いします。それでは。